日本北海道札幌市と平区水車町水車町は、北海道札幌市と平区にある地名。水車町1丁目から8丁目まであり、郵便番号は062-0912。かつては、水車通りと呼ばれた。南北800メートル東西200メートルで、ほぼ長方形の町域になっており、主に住宅地である。札幌市が定める読み方は、水車町であるが、 地元住民の間では、水車町と呼ばれることが一般的である。日本国内には、同じ地名は存在せず、類似の例も京都市左京区の上、高野水車町のみである。豊平の歴史も参照。開拓時代にはこの地区に、官営の製材所があったが、明治20年代に入ると、水車側を利用した水車小屋が作られ、精米。 製粉などのための動力源として活用されていた。また、同じ頃から、近隣の平岸、中の島、朝日町とともに、リンゴの栽培が本格的に行われ、多くの果樹園が作られた。水社側は、現在の水社町五丁目の南独神社の下手あたりで、豊平川から分かれ、水社町公園の横を通り、南奈良上京と豊平橋の中間あたりで再び、 豊平川に合流した。最盛期の大正初期には7、8件の水車小屋があり、当時札幌市内に供給される米や粉の加工は、すべてこの地域で行われていた。だが、大正中期に電気の普及が始まると、水車の需要は激減し、1924年までには、水車小屋は完全に姿を消した。1962年に、 南大橋が仮設されて、札幌市街との連絡が支援になると、住宅地下が進み、果樹園の数も減少していった。水車側も、家庭排水による汚染が進み、1973年に埋め立てられた。かつての稼働は遊歩道や、サイクリングロードとして残っている。大正時代まで、豊平番地の名称であったが、昭和に入ると、豊平八条から十条の各一部。 豊平川牛市1から9丁目となる。また、地域の住民には、水車通りの通称でも呼ばれるようになった。1950年に水車町1から13丁目となる。1979年1月29日の町名整理により9から13丁目が廃止され、改めて1から8丁目に再編されて、現在に至る。札幌市。人口統計。札幌市。 2017年3月20日閲覧。総務省、総合通信基盤局電気通信事業部電気、通信技術システム課番号企画室、市外局番の一覧。総務省、P1、2016年5月4日閲覧。ABCDEFGH、角川日本地名大辞典北海道編、上巻764ページ。ABCDEFG、 読売新聞北海道版1978年10月22日付、ハット AB、郷土市と与平地区の140年、51ページ。AB、なぜなに、札幌の不思議 100P30、新日本知名作品、960ページ。AB、なぜなに、札幌の不思議 100P31、ABCDEFG、郷土市と与平地区の140年、52ページ。 ありがとうございます。